ローライル c 8 9は、ラルースが1989年の F1、世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。ローラの創設者、エリック・ブロードレイが設計した。エンジンは、元フェラーリの技術者であったマウロ・フォルギエリが開発した、ランボルギーニ3512を搭載した。LC89 は、同年の F1 マシン中裁量のハンドリングを持つ。 マシンの一台としてみなされた。ランボルギーニ製 V12 エンジンを搭載した LC89 は第3戦のモナコグランプリでデビューした。空力特性に優れエンジンも 600bhp の出力を発揮するなど良好なパフォーマンスを示したが、不幸なことに LC89 は信頼性に欠けていた。フィリップ・アリオとヤニック・ダルマスの2台体制であったが、 ダルマスは4戦連続で予選落ちし、第7戦フランスと第8戦イギリスでは、エリック・ベルナール第9戦以降は、ミケーレ・アルボレートがドライブした。最高位は、第14戦スペインで、アリオが記録した6位で1ポイントを獲得。これが LC89 の獲得した唯一のポイントであった。5度の優勝経験のあるアルボレートは、スペインとオーストラリアで、 予備予選、日本で予選落ちした。アルボレートはまた、ハンガリーでは遠赤を超えた際にアバラボ骨を骨折している。LC89 は改良が施され、LC89 バイトとして1990年の序盤2000で使用された。LC89 バイトは、第3戦サンマ割のグランプリから、ローラ LC90 と置き換えられた。ローラ LC90 でのポイントを含む、 ありがとうございます。